カキン TV Everyday。 ピヨンヤロ YouTube。 どうもヒカキンです。はい、ついに終了いたしました。チャリソーデラックスヒカキングランプリ、まあ、2週間開催したわけなんですが、なんとこの2週間の間でヒカキングランプリステージが、わお、850万回以上プレイされたということです。プレイしてくださった皆さん、ありがとうございます。本当に光栄なことに、チャリソーの歴史上最も盛り上がったイベントになったそうです。嬉しいですね。はい、それでは早速結果発表させていただきます。第1位、鈴木さん、11,476m。 わお、まさかの1位鈴木さんね。名前書いてないっていう。いやでもすごいですね。本当に真面目に頑張った結果ですね。本当おめでとうございます。バスタオル送らせていただきます。はい、続きましては2位から10位の方ですね。こちらのフェイスタオルのプレゼント対象者の皆さんです。こちら、おめでとうございます。めちゃくちゃ白熱してるでしょ。もうめちゃくちゃ僅差なんですよ、みんな。本当に限界を極めてるんだよね。9位のアブリルさんと10位のキョウさんの差はなんと1メートル。恐ろしかー。本当におめでとうございます。はい、そして最後はですね、抽選の10名様ですね。僕の記録1076メートルを超えた方の中からの抽選で10名様。こちらもランダムで選ばせていただきました。こちらの10名様にはこれ。ハンドタオルプレゼントです。おめでとう。はい、というわけでこちらの10名様に決定いたしました。いやー、運がめちゃくちゃいいですね。とんでもない数の中からの10名様ですので、今回発表させていただいた対象者20名には、これから1週間アプリを起動した時に皆さんのアプリ内にお知らせが出てきます。まあ、当選したかどうかが表示されるわけです。入賞または当選された場合は、当選コードとメールアドレスが表示されますので、その当選コードを表示されたメールアドレスに送ってください。本日10月22日の夕方5時から、すでに当選のお知らせが表示されていると思います。ただ一つだけ注意なんですが、今回当選された方、アプリ内での当選のお知らせは、一度見て、×ボタンで消すと、次の日まで表示されませんので、そこだけ気をつけてください。まあ、とは言っても1週間の間表示されるということなので、まあ、心配はないと思います。で、まあ、ツイッターの方でもかなりたくさん質問があったんですが、ヒカキンステージってもうなくなっちゃうんですかという質問。なくなりません。これからもずっと遊べます。ただ、グランプリのもう大会自体が終わりなんで、グローバルのランキングは更新されません。自己ベストのランキングはもちろん更新されます。ですので、ぜひぜひこれからもヒカキンステージ、暇な時にでも遊んでください。まあ、ヒカキンステージ以外にも、まあ、ワールドツアーのモードにたくさん面白いステージありますので、そちらもぜひ遊んでみてください。最近もレトロステージとか出て僕は遊んでました。ぜひ試してみてください。まあ、あと、チャリソー難しいなと思った方、こちらのアプリゲットというサイトに、チャリソーの公式攻略のページがありますので、クリアできないステージがあったらぜひぜひ覗いてみてください。動画の概要の方にリンクも貼っておきます。はい、ということで、当選者の皆さん、おめでとうございました。そしてプレイしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。これからもぜひヒカキンステージ遊んでみてください。バイ。僕のゲーム実況のチャンネル、ヒカキンゲームズがオープンしました。 PC の方はこちらのアイコンをクリック、スマホの方は動画説明欄のリンクからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではヒカキンゲームズで待ってます。ダラクダラクダラク